将棋将棋の先方拒否者横ふどり、横ふどりに散歩横ふどりに散歩は、後手が採用する横ふどりにおける先方の一つ、に散歩先方と言われる。横ふどりが先手振りとされていた時代は、相掛か,かりの序盤の線形の一つに過ぎなかったが、昭和末期の研究によって先手がさせると考えられており、プロの実践では数年に一度採用されるかどうかである。 7、6歩、3、4歩、2、6歩、8、4歩、2、5歩、8、5歩、7、8、金、3、2、金、2、2 4歩、同歩、同飛までの11手は、どの横歩取り先方でも共通する手順である。ここで、5手が2、3歩とする手が、横歩取り2、3歩先方である。先手が、横歩取りを選ばずに2、8歩、飛あるいは2、6、飛と進めば、通常の相掛かかりの序盤となるため、先手が3、4、飛と、横歩を取る変化を選んだ時を考える。 この時後手は八八角なり同銀二五角と進む。ここで先手には三二飛なりか三六飛の選択肢がある。攻撃的な手を選ぶなら前者、守備的な手を選ぶなら後者。現在では、どちらの変化でも先手がさせるという結論になっている。なおに五角において四五角でも、同じように見えるものの、三五飛に対して二七角なりとした時一五角、五二玉三六歩で、 後手の馬が捕獲されるため後手が不利となる。序盤での飛車と金の交換だが、先手がさせるという結論になっている。後手は三二同飛か三二同銀だが、三二同飛は先手がさせる変化になるとされているため、三二同銀とする。先手が角なりを防いで三八銀と上がり、後手が二二角打を防ぐために三三銀と上がる。その後の手順としては、七七銀、六八玉。 四五角という変化も指されていたが、森形二の荒手一六歩が攻守で、先手が三五に金を打った時、後手が角を一四に逃げる手を消している。先手の一六歩以降、二四歩、四四歩、一四歩などの選択肢があるが、後手が思わしくない展開になる。後手は当然三六同角であり、同歩の後八六歩、二七飛などの選択肢がある。八六歩は後手にとって、 思わしくない展開になるため、2七飛算八銀二五ひなりとなる。従来はこれで、先手が不利になる変化と考えられていたが、ここで2七角と打つのが、佐藤や光による荒手で、この形でも先手が指しやすいことが分かった。以上の研究により、後手は、他の横ふどりの線形を採用した方が刺せると、判断され、プロの実践から消えていった。2005年に、 中川大輔が数年ぶりに採用したがけうな例で、ある。しかし、だからといって、完全に消滅したわけではない。1982年12月2日王将戦予選、谷川浩二 VS、小林健治戦で、七六歩三四歩に六歩三に金と逆た理由、向かい飛車ので出だしから二五歩に四二玉とし、以下に四歩で、同歩同飛に三歩として三四飛と、横歩を取らせた。 以下8八角なり同銀4五角3五飛に7角なりと進む。3八銀で4七角なりを受けて、先手よしとされている。以下4四歩には6五角が攻守で、3一飛と打たせ、先手が有利。4四銀だと乱戦となる。木村義雄の荒手であり、木村が得意とした変化 P129。馬を作る狙いだが、2三角なりとした形が、 後手に反撃の余地を与えることになる。従来は後手もさせると考えられていたが、やはり森の荒手31金があり、先手がさせる。ありがとうございます。